皆様こんにちはウルフ SSL の細原です。今日は TLS1.3 がやってくるということで IoT セキュリティの要 TLS の新しいバージョンのお話をさせていただきます。ご存知の通り TLSSSL は IoT サーバーとデバイス間の安全な通信を確保するための インターネットト標準プロトコルです。システムの階層でいうとアプリケーション層とネットワーク層の間に位置して安全な通信を実現します今日は TLS の新しいバージョンのお話をさせていただきます TLS1.3 は ITF というインターネット標準化団体のセキキュリティワーーンググループで検討されてきました2013年あたりから議論が活発化し14年に最初のドラフトを経て現在のドラフト21は正式標準化の直前の状態にあります。T レース1.3とかいうと1.2に移行したばかりなのにとか。 使われるのは先の話、などという声が聞こえてきそうです確かに、例えば TLS1.2 が2008年に制定されて、実際使われ始めたのはここ1、2年ですその間、TLS1.2 は継ぎはぎながら数々の攻撃、脆弱性問題を克服してきました これらは公表されている主な脆弱性、攻撃方法です。確かにしっかり注意して使えば、それなりの安全性は確保できるかもしれません。だったらうちは1点で十分と思われるかもしれません。ところが今回のバージョンアップはそうではないかもしれません。 TLS、SSL は時代とともに安全性、堅牢性を積み上げてきました。しかしその結果、プロトコルのオーバーヘッドは大きくなり、スループットは下がってくることになってしまいました。その重い負荷に苦しんでいるのは、まずは Web や IoT のサーバーたちです。負荷の増大は、そのまま直接コストの増大につながるからです。 確かにこれまでそういう事情が新しいプロトコルの普及を遅らせる要因になってきましたところが TLS1.3 ではちょっと様子が違いますプロトコルの大幅見直しで安全性が大幅に向上するとともに処理負荷を軽くしスループットも向上させることができるのです これは負荷の増加に悩むサーバーたちにとって朗報です。でも、うちはデバイス側だから関係ない。とかデバイス側には重要な情報はないし。なるほど。でも、本当にそうでしょうか 日夜世界中の攻撃者からリスクにさらされているのはサーバーたちですセキュリティはサーバー側の方がずっと深刻な問題なのですしかしサーバー側にいくら新しいバージョンのプロトコルを導入してもそのサーバーで古いプロトコルのアクセスを許してしまうようでは何の意味もありません今のサーバーは裏口からアクセスを許せるような状況ではなくなってきています つまりデバイス側もサーバーにつなぎたければ同じ水準のプロトコルに合わせなければつなげることができなくなってしまうということですそういうわけでデバイス側も TLS1.3 の時代は意外と早くやってくるかもしれませんそれでは新バージョンでは どういういところが変わるのか、それが安全性と性能にどういうふうに関わっているのか少し詳しく見てみましょう T レースの中では安全な通信を実現するためにいろいろな暗号化技術が使われていますまずは通信相手と安全に暗号化技を共有するための 公開鍵暗号による「鍵合意」「鍵交換」「正しい通信相手か確認するための証明書と署名」「実際の通信内容を暗号化・複合化するための共通鍵暗号」「そして送られてきたメッセージが改ざんされていないか検証するためのメッセージ認証などです」 これらの暗号化技術にはそれぞれたくさんの方式が提案され使われてきました実際の TLS の通信では暗号通信の送り手と受け手が通信の最初にたくさんある選択肢の中でそれぞれどの方式を使うかを合意しますこれを暗号スイートと言いますご覧いただいているのは TLS に実際に使われている暗号スイートの一例です TLS は、 長い時代の変化に追従できるように各部分の暗号方式がさまざまな組み合わせで使えるようになっています実際時代とともにさまざまな新しい暗号スイートが IETF に登録され今では200以上のスイートが IETF のレジストリに登録されていますもちろん その中にはすでに使われなくなったものだんだん危険性が増してきたものなどもたくさん含まれています TLS1.3 ではそれが大幅に見直され整理されましたご覧のように 2×5 種類の組み合わせに整理されましたではそれぞれどのように見直されたのか見ていきましょう一つはいわゆる公開鍵による鍵交換 鍵合意方式の部分。もう一つは、共通鍵暗号の方式の部分です。効果鍵方式には、それぞれの発明者の頭文字から、RSA 系とデフィ・ヘルマン、DH という二つの方式が広く使われてきました。どちらの方式も、その後、いろいろな改良が加えられ、 複数の派生系がが、ありますがここではそれぞれをまとめて r s a 系、d h 系と呼びましょう TLS の中ではこれまで鍵合声交換のためには r s a 系と d h 系の両方証明書署名のためには r s a 系が使われてきましたところが近年非常に大規模で 長期間にわたる通信情報の蓄積やそれをベースにした暗号解読の可能性があることが明るみに出たりしてこれまで安全と思われてきた公開鍵方式に疑問が出てきたのです。それはこの方のレポートがきっかけでした鍵交換に RSA 系を使うのはリスクがあることが認識され始めたのです。 しかし RSA 方式は頻繁に鍵を生成し直すのには鍵の生成オーバーヘッドが大きすぎて実用的ではないのですそこで鍵合意には DHK 鍵を使い回しても大丈夫な署名の方に RSA 系というふうに役割を整理することになりましたさらに DH の中でも DHE ECDHE と EC D という方式だけが選択されました。後ろの E はエフェメラル一時鍵の意味で鍵を使い回さずにセッションごとに毎回生成し直すことを意味しています。これはリスクのある方式を使わないということで安全性の向上に効果があるのはもちろんですが TLS1.3 の場合それ以上の大きな効果をもたらしました。 その点を少しし見てみましょう。TLS では実際に暗号化されたメッセージ通信ができるようになるためにその前の準備としていわゆる SSL ハンドシェイクというやり取りが行われます実はこれまでのバージョンではハンドシェイクを暗号化せずに全て平文のままで送っているのです TLS1.3 では方式が整理されたおかげでハンドシェイクの最初の部分で暗号化に必要な情報がすべて整うようになりましたそれ以降のハンドシェイクメッセージはすべて暗号化できるようになったのですもちろんハンドシェイク部分でやり取りするのは公開鍵情報ですから原理的には万一盗まれても直ちに脆弱性につながるわけではありません しかし原理の隙をついてくるのがサイバー攻撃です隠せるものは早めに隠すことで安全性が大幅に向上するはずですハンドシェイクの方式が整理されたおかげで実は性能も向上しています従来フルハンドシェイクには大きく見て2往復かかっていました それが1.3ではご覧のように1往復の後次の往路の途中からアプリケーションメッセージ転送を開始します。つまりハンドシェイクのオーバーヘッドとしては実質的に1往復で済むようになったのです。これは大幅なネットワークスループットの改善をもたらします。TLS1.3 でのもう一つの整理は共通鍵暗号の方式です。 共通化暗号はハンドシェックが終わった後実際のアプリケーションメッセージの暗号化に使われる暗号化方式です。ここで一番影響が大きいのはこれまで共通化暗号方式として非常に広く使われてきた AESCBC という方式が1.3ではさまざまな脆弱性リスクのために外されたことになったことでしょう。 ASCBC は代表的なブロック型暗号です。その時ご覧のように前のブロックの暗号結果を次のブロックの鍵の一部として使います。実質的にブロックごとに暗号鍵の値が次々と変化していくので一見非常に強固な暗号化方式のように見えます。ところが 初期化ベクトルの与え方がいい加減で推測可能の場合には第一ブロックの解読が想定よりずっと容易になり第一ブロックが解読できてしまうと将棋倒しし的に後ろののブロックの解読ができてまたメッセージをがブロックの整数倍でない場合最後のブロックに特定のルールでパディング値が埋め込まれるのですが。 このパディングの性質を利用した解読の可能性も指摘されています。AES-CBC で暗号化されたメッセージは最大 16KB ごとに TLS レコードとしてまとめられ、レコードごとにメッセージオーセンティケーションコード、略して MAC と呼ばれる改ざん検出用のタグが付けられています。ところが、 このと先ほどののパッディングの関係を利用した攻撃方法ようなさまざまな脆弱性リスクのために TLS1.3 では ASCBC は正式に外されることに決まったのです TLS1.3 でこれに代わる候補の一つは AESGCM などの認証タグ付きの方式いわゆる AESGCM a a d 方式のものもでです。セキュリティ的には、これで安心。e は先ほどの CBC と同様にブロックごとにメッセージを暗号化します。しかし、それと同時に認証タグ値も16バイトのブロックごとに計算していきます。このように 暗号化と認証タグの計算を同時に行っていく方式を Authenticated Encryption with Associated Data、e、と呼びます先に見た CBC のような脆弱性リスクに関しては AEAD 方式はずっと安全であると見られていますでも AESGCM には弱点が一つありますそれは性能です これは弊社のベンチマークですが CBC に比べて GCM は数分の1の暗号化処理スピードになってしまいます。そこでで注目されているののが新世代のアルゴリズムです。例えば「チャチャポリ」というやや聞き慣れないアルゴリズムは TLS1.2 世代の後半から使用され始めているものですが TLS1.3 では正式アルゴリズムに仲間入りします。 ご覧のように、このチャチャポリでは GCM を大幅に性能改善従来の CBC をしのぐ処理性能を得ることができます共通鍵暗号の新しい暗号アルゴリズムについてお話ししたついでに鍵合意やデジタル署名に使われる公開鍵暗号の新しい方式についても少しご紹介しておきましょう。先ほど、公開鍵の方式として、 RSA と d h があるというお話をしました公開鍵の暗号化は実は原理的には単なる整数の演算で実現されていますある値 G のべき乗 A を P で割った余りを計算するという演算ですこの時 G や P の値にうまい大きな素数を選ぶと G P、A から X を求めることは比較的にに簡単にできます。しかし逆演算つまり xgp が分かっても a を推測することは非常に困難なので x を公開しても大丈夫という事実を利用します例えばデヒー・ヘルマンでは細かいことは別として 先ほどの計算式を使って、こんな風に両者でやり取りをするのですが、途中の通信は仮に盗まれても、逆演算は極めて難しいので、安全と言えるのです。しかし、このような計算は可能とはいえ、最近では、実用的な鍵の強度を実現するには、2048ビット程度の鍵長が必要と言われていて、安全のためには、今後さらに、 長い影が必要とされそうですプロトコル処理全体から見てもこのの部分の負荷が大きな要素となとり始めていますこれに対して最近は楕円曲線の上で先ほどと同じような演算を定義して暗号化に利用するという方法が広まり始めています。楕円曲線といってもご覧のように数学的に一般化された楕円曲線なので 私たちが普通思い浮かべるダイエンとは少々違います。この辺の詳細に入るのは、今日の本題ではないので、イメージだけを見ていただければ結構です。この表は、安全な暗号化を実現するために、必要となる鍵の長さを比較したものです。数字はビット数です。同じような公開鍵暗号でも、ECC を用いることで、ご覧のように、従来型に比べて、 10分のの程度度で同じ強度が得られますもちろんこれによってネットワークの転送時間やメモリー容量も小さくなります処理速度についても演算の複雑さは楕円曲線の方がやや複雑になるのですが鍵長が短いため通常は楕円曲線の方が早く処理できます先ほど掛け意には DH 署名には RSA というお話をしましたがこれらに対応した ECC による方式が存在しますそれぞれ略称では頭に EC をつけた ECDH と ECDSA が代表的ですさて当たり前の話ですが整数演算のベースになっている数直線は世界に1種類だけです一方楕円曲線には 無限の種類があることが容易に想像できます。またそれぞれの曲線によって特異点があったりして暗号化に向かないものや演算が比較的簡素化できるものなどまた暗号強度など暗号化の実現面からも曲線によって特性が異なることが知られています。ですから ECC によって暗号通信しようとするなら、初めに使用する曲線の種類を通信相手と合意しておかなければなりません。暗号化に用いる大曲線の標準化という点では、初期の頃、これらに取り組んだ米国の研究機関、NIST による通称 NIST 曲線、また、国際標準化団体、SECG によるセク曲線と呼ばれる一連の曲線が現在広く使われています。TLS でも、 これらの曲線をベースとしたものが、標準の方式として組み込まれてきました。またその後、さらに効率の良い楕円曲線を求めて、多くの研究がされています。その中でも、ダニエル・バーンスタインとその研究グループによるカーブ25519による鍵合意、ED25519 による署名は、暗号効率の非常に優れた曲線として知られています。 これらも TLS1.2 の後半から使用され始めていたのですが TLS1.3 では NIST セクプ曲線と並んで標準に組み込まれています。これは弊社のベンチマークによる処理速度比較です。従来の DH より楕円曲線暗号さらにカーブ25519の方が圧倒的に速いことがお分かりかと思います。 TLS1.3 ではその他にもご覧のように安全性やスループットの向上のための機能が追加されたり検案事項の整理が行われたりしましたがここでは詳細は割愛させていただきます。というわけでとりあえず TLS1.3 の機能についてのご紹介をこのくらいにしてこの表は Wikipedia から引用させていただいているものですが 現在の世界各社の TLS1.3 の実現状況になります少し細かいですがサーバー向けの各社製品が概ね提供開始しているのに対し組み込み系に関しては唯一弊社 WRFSSL が世界に先駆け,けて提供を開始しています最後にこの機会に WRFSSL の TLS1.3 機能について少しご紹介させていただきます 最新版の ULFSSL ダウンロードには ULFSSLJP サイトのダウンロードを選択しますダウンロードフォームを入力してくださいダウンロード製品として ULFSSL を選択し GPLV2 を読み同意します ULFSSL は各社の ID e 開発環境に対応していますが tls1.3 の変更点追加点に関してはコマンドベースで比較した方が分かりやすいかと思いますここではコマンドベースでご紹介しますダウンロードしたファイルを適当なディレクトリーに置きアンジップしますデフォルトのビルドの場合 configure コ,コマンドで Make ファイルを作り コマンドドでビルドしますこれで ULFSSL ライブラリーと同時に簡単なテストやベンチマークプログラムサンプルサーバークライアントプログラムがビルドされますビルドが終わったらサンプルサーバーとクライアントを別々のウィンドウで実行してみますクライアントのアーギュメントはサーバーの IP アドレスこの場合ローカルホストと指定しましょう サンプルクライアントとサーバーの間で TLS セッションを確立して一往復の簡単なメッセージのやりたりをして終了します。Configure コ,コマンドで TLS1.3 オプションを指定してビルドすると TLS1.3 機能が組み込まれます。サンプルクライアントを実行させるときプロトコルバージョンのオプション -v4 を指定すると TLS1.3 でサーバーを呼び出します。 これはサンプルサーバークライアントコマンドをまず TLS1.2 で実際に実行させてみたスクリーンショットですサーバークライアントそれぞれのウィンドウに使われたプロトコルのバージョン暗号スイートや受け取ったメッセージが表示されます次は1.3ですご覧のようにプロトコルのバージョンが1.3になり対応する暗号スイートが表示されるだけで 見た目はほとんど変わりません親指 r e のようなものでパケットキャプチャーしていただくとご覧のように1.2の場合はハンドシェイクとアプリケーションデータのやり取りが見えます1.3の場合はご覧のようにクライアントハローサーバーハローの後は暗号化されているために内容を見ることができません クライアントハローの中身を見ていただくとご覧のように暗号スイートリストに TLS1.3 独自のものが含まれていることがわかります次に関数 API ですが WolfSSL の通常のクライアントの処理ではおおむねご覧のような関数を使ってサーバー側と通信することになっていますまずは事前のディスクリプターを確保 実際にサーバーとのハンドシェイクを行います。セッションが確立したら、サーバーと目的のメッセージを送受信します。最後にセッションとその他リソースを開放して終了です。TLS1.3 を使いたい場合は、基本的には最初のプロトコルバージョン指定を1.3と指定していただくだけです。 もちろんその他に TLS1.3 で追加された機能を利用するために機能ごとにご覧のような関数もそれぞれ用意されているので追加機能を利用する場合は必要に応じてこれらを使いますここまでご覧いただいたように WolfSSL の TLS1.3 機能はアプリケーション側ユーザー側としてはまずこれまでの使い方とほとんど変えることなくそのままの形で使っていただき 必要に応じて順次追加していくことができるということがお分かりいただけたかと思います。さて、ここまで TLS1.3 における安全性を高めつつ、性能スループットを向上させる施策についてご紹介させていただきました。TLS1.3 では安全性と性能の両面で大きなメリットがあることが まずサーバー側での普及を促進しクライアント側もそれに追従する形で広まっていくだろうということをお話ししましたもちろんこれからしばらくの間併存期間はあるものの1.3の普及のスピードは従来のバージョンの時よりもだいぶ速そうです最後にせっかくの機会ですのでウルフ SSL という会社について少しだけ紹介させていただきます ウル l f s s l は IoT のネットワークセキュリティ暗号技術だけにフォーカスする専門技術チームです本社を米国シアトルに持ち世界各国の専門エンジニアがウル l f s s l チームとして世界最高水準のセキュリティ製品を提供していますウル l f s s l ジャパンも その一員として日本のお客様に世界水準の技術サポートをお届けしています。ご静聴ありがとうございました。